さっきとまた違う感じでいいです、はい、結構ちゃんと家具もしっかりしてて、はい、テントの意味がテントですからね、はい、これ12ボルトのエアコンな感じですね。外から見ると車中泊する時とか、はい、わテレビ見ながらいっぱいやるのが僕好きですね。はい、今日はですねキャンピングカーオーナーズということで初めてのバンコンをオーナーさんに紹介していただこうと思います。で早速ですね中の方にオーナーさん待っていただいてますのでお邪魔したいと思います。すいませんありがとうございます。よろしくお願いします。スタンバっておりました今日紹介していただくのは元世界チャンプの内藤大輔さん。よろしくお願いします。今日はちょっとご紹介の方よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあすいませんお邪魔してもいいですか。はいどうぞ乗ってください。あすいませんお邪魔します。じゃあ早速なんですけど、はい、このシート、はい、これこんなシートありましたっけ。これねちょっとね、はい、無理言ってね結構僕無理すごい言っちゃって無理っていうか、はいはいはい、お願いというかどうせ大好きなキャンピングカー乗るんだったらしかも初めてだし、はい、自分のもう本当気に入ったのにしたいということでこれちょっと特別仕様にしてもらって。そうですよね、僕わがままばっか言ってますよこの車に関しては。かっこいいっすよね。なんか室内のこの家具の色とめちゃめちゃマッチして、はいね、こんな色あったんだと思って明るい色がいいなと思って、はいはいはい、ちょっとヤングな時はなんかちょっとブラック調がいいとかあったんですけど大人になると子供もいることですし、はいはい、ちゃんとねだから爽やかにこう白でホワイトカラーでベースで、いやーすごいおしゃれです。でこれ後ろのちょっとあと後ほどご紹介してもらおうと思ってるんですけど、はいはい、後ろのこのベッドも一緒なんですね色がそうなんですよ全部同じ色で。そうなんですね、ちょっとそのまま見えますけど、はい、スピーカーもね、もう多分この奥についてるやつですね。しかもこれ回るんですよ、これ。本当だ、こっち側に向くんですね。そうなんですよ。このスピーカーも特別でこうつけてもらい、あとですね、はいはい、電化製品で言うと、こっち座ってもらっていいですか。あ、いいですか。無理言って、見てください。すごいっすね。回らないですか、これ。え、こんなとこにつくんですか。テレビつけたんですよ。これすごいっすね。僕自身はキャンピングカー好きなのはもちろんですけど、結構喜ばれることすごい好きで、はいはい、乗ってもらってる人に楽しんでもらいたいということで、はいはい、これつけました。いや、すごいっすね。よくあのフリップダウンモニターって言って、あの、はい、天井にくっついてパカンって開くタイプありますけど、それをやめてもうでかくしちゃった。それがもともとやっぱないからそういうものがないから、ね、じゃあどうするって時に特別にこう設計してもらって、はい、一緒にやっぱテレビ欲しいって言ったんですよ。いや、これは画期的ですね。真ん中にしかも来るんで、はい、連動してるんです。切り替えできるんですね、ナビと。そうです、そうです。あっちと連動しててね。まだまだ使い方が分かってないんですけど。いや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 、あ、そうです、今ナビついて、で、それがあれですね。であ、いいっすね。これ、良くないですか、これ。え、これ動くんですか。あ、動きます。あ、回転するんすね。そしたら、ここの扉をバー開けて、はい、こっち側でこう見ることもできるっていう。すごいっすね。良くないですか、画期的っすね、これ。こうやって、こうポチッと押せば、普段はじゃあ収納というかこう畳んでおけるってことですね。そうそうそう、はい、いやいやこれは便利ですね。初めて見ました。これね、あとこのセルト CP を選んだ理由っていうのは、はい、東京に住んでるんですけど、大きいと東京ってやっぱり駐車場がなかったり、はいはい、そうですよね。全体的にもそうですけど、はい、屋根だったり高さ、駐車場立体入んなかったりとかあるじゃないですか、はい、でもこのセルト CP は立体も入るし幅も普通の乗用車と変わらないんで。そうですよね。この室内とか、はい、結構ちゃんと家具もしっかりしてて、はい、でこの幅に収まってるんですよね。そうなんですよ。これ普通の乗用車と全然変わらないですよ。そうですよね。あのミニバンってあるじゃないですか、はいはい、あのこのミニバンとハイエースすごい大きく見えるんですけど、ミニバンと同じサイズですこれ。へえ。だからそう考えるとこのなんか作り込みがやっぱいいですよね。しっかりしてて、ちょっと気になったんですけど、はい、これカーテンも、はい、これ標準でこんな感じでしたっけ。これもオプションだったと思います、これ確か。そうなんですね。つけました。これカーテン閉めるとどんな感じなんですか。これそう、すごい気になって、ね、このカーテンが全部ついてるんですか。周り式めっちゃ良くないですよこれ。でやるとね、隠れるんですよ。そうっすよね。これ前もカーテン、え、これ全部ついてるんですね。あ、はい、寝るとき全部こうやって、こう閉めても大丈夫ですか。あ、閉めてください、閉めてください。いや、すごいっすね、綺麗。テレビがあってもちゃんと隠れるようになってるんで、ちょっと消しますよ。はい、ほら、あ、結構かなり昼間でもすんごい暗くなりますね。そう、昼間でもこうやって遮光してくれるんですね。そうなんですよ、いろいろ隠してくれて。いや、これはいいですね。ね、でなんかこのちょっと電気もこの照明とかつけていただくとなんかちょっとおしゃれですよね。そう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 、なんかまたこの感じがな感じでいいっすよね、雰囲気が。え、この色もこれ最初からこんな色っすか。
あの、いや、もう本当わがまま車って僕は言ってますけど、はい、自分仕様にかなりあの注文言っちゃって、はい、まあよく父さんないっすよね、こんな色、はい、かっこいいっすよね。いや、この今ちょうど座ってるこの感じがすごくいいです、はい、テーブル、ここあ、テーブル、はいはい、これレール、そうですね、テーブルのレールか、そうそう、いいですね。でこれで、ね、あの、はい、家族でご飯食べたこともありますし、いや、ちょっとこの流れでこのまま行きますけど、はい、ポップアップの買いました。そうですよね、ちょっともうさっきから気になってたんですよ、この天井がなんかちょっと違くないかという。ここじゃないですか、はい、だけどこれは簡単なんです。これこうやってこれ外すだけです。これがね、あ、中からいけるんですか、これ。ここはね、空気穴を作るためにこうやって開けないとダメなんですけど、はいはい、ここで押すと、これ上げるだけでものすごい広くなりますよ。そうなん、広く感じるの。ちょっと上げてもらってもいいですか。うわ、お、簡単に上がります。へー、いや、すごい上がりましたね。どうですか。で、これも、おおおお、すごい。ナイトさん、これちょっと立っていただいてもいいですか。全然平気っすよね、はい。あ、シートの上に立ってもいけるこれはすごい。ウーさんが立っても余裕です。いや、いいですか、またね、むっちゃ広いっすね。でしょ。いや、これはいいっすね。ウーさん180ありますもんね。まあ、あります、180あります。うん、まださらに夏なんかはね、こうやって開けて、いやー、なんかテントみたいな感じですね。そうそうそう、テントの意味がテントですからね、はい、あ、そうなんですか、はい、テントって小さなテントっていう意味だったかな、はいはい、確か。いやいやいや、おしゃれ。どうっすか、いや、ライトいらない。上はテントになって下はキャンピングカーみたいな。そうそう、それでもちろんこれ寝るためのポップアップなので、はい、あ、そんな簡単に下がっちゃうんですね、はい、これをこうやると仕切り、あ、ベッド、ベッドです、これ上ベッドなんですよ。どうですか、これ。いや、これはいいですね。もう子供たちがね、やっぱすごい喜ぶんですよ秘密基地っすよね、はい、もうこれ、長さどれくらいあるんですか。これ、どれくらいだったかな。ウーさん出れますよ、見てください。あ、ほら、結構広いっすね、はい、長いんすね、後ろに。長い長い長い、一応上2人就寝 OK です。いや、いいっすね、はい、キャンプっすね、ここここは本当テントですね。いいっすね、この使い方。この中でご飯食べた時はこうやって揚げて、はい、ああ、はいはいはい、で食べて開放感あるようにしてね。で、ちなみにこれ窓です。あ、こんな感じ楽んですね。そう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 、こっちもあ、ちょうどいいっすね、ちょうどいいのが置きますね、ここ、はい、これシャワーになるんですよね、これ。あ、届くんだ。そうそうそう、で表でシャワー浴びれるっていう。じゃあちょっとこう砂浜とかで足落としたいとか、砂落としたいとか、ね、そう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 、海入った時とか、はいはい、これシャワーになってるんですよね。で、ここにタンク。あ、タンクこっちなんですか。はい、奥と手前とで、さっきから見えてたと思うんですけど、はい、これまた特注で、はい、本当はもうないんですけど、戸川さんすっごいんですよ、ほんと優しくて無理言って。いや、もうこれ、そう、さっきからちょっとチラチラ見えてたんですよ、クールスター。これ12ボルトのエアコンですよね。そうそうそう、ホワイトハウスさんが出してるエア、あの、クールスターですね、はい、エアコンなんですよ。これを無理言って夏やっぱり快適に過ごしたいと。で、これちなみになんですけど、はい、使ったことあります、夏場とかまだないんだ。ないんですかまだ使ってないんだな。そうです、ちょっと訳があって使えなかったんですね、これはもう。でも、もう来年の夏はもうバリバリ使いますよ。そうですよね。いや、でもこれコンパクトでいいっすね、しっかりここにはまってて。あのね、ここに住めます、はい、ウーさんの車と比較すると、はい、唯一、はい、ないのがトイレだけですね。あ、そうですね、はいはい、バンコンなんでね。そうですね、バンコンにトイレ、はい、つけてる人、まあ、いない、はいはいはい、それ以外は全て揃ってるんですよ。いいっすよね。ちょっと見てください、そう、まだありました。あ、まだ、いきますよ。そこ、それなんですか。あ、冷蔵庫、これちょっと気になったんですけど、そのまんま直で冷蔵庫なんですね。蓋を開けたらすぐ冷蔵庫開くんですね、これ。そうなんです、くっついてるんですね、扉が。そうなんですよ、結構二重になってるやつは見たことあったんですけど。いや、すごい、これは便利ですね、直接開くんですね。これすごい便利です。これだって冷蔵庫あるってやっぱりね、例えばですけど食材な、例えばまあ、はい、海の町とか行ったらなんか魚とか
か干し柿とか肉でもそうですけど、はい、持って帰るのにやっぱ長時間になると傷むので、冷蔵庫あるとほんと便利。そうっすよね。まあそれ以外でも普通にね、水をねこうやって入れとけばいいわけですから。これやっぱり普段も使われます、冷蔵庫は。車中泊の時は使ってますね。そうっすよね。これも必需品ですよね。でも大好きなんで、もうその一杯のためにもう一杯。いいっすね、この雰囲気で。あのないのはトイレ。トイレぐらいで。すごくないですか。この車本当に一台でこんなにコンパクトな車なんですけど、すべて揃ってるんですよ。そうっすよね。これシンクとかも割とバンコンタイプの割には広いっすよね。結構バンコンとかでもっと小さいタイプ多いじゃないですか。そうそうそう、はい、でここのスペースがあるので。はい、料理もできるんですよ。そうですね。ちょうどさっきそこが窓でしたもんね。はい、でコンロ、コンロは設置してないですけど、カセットコンロを持ってるんで、カセットコンロここに置いて調理もできますし。そうっすよね。屋根上がるんで、換気もいいんですよ。ハイエースナローで、はいはい、僕ね、ここまでの車ないと思ってます。そうっすね。ギミックが全て入って。そう。こちなみに水は普段使われてます。車中泊する時とかは、はい、ここに入れて。あ、じゃあ使われる派なんですね、水は。そう。じゃあもう本当フルに活用してますね。してますね。僕勝手なイメージで、はい、あんまりこう普段は使われてないのかなと思ってたんですけど、結構見るとちゃんと使われてる。一番もちろんね、多く使ってるのは普段乗りで使ってますけどね、基本毎日使ってるんで、はいはい、自分の家では、はい、車中泊はなかなかね、まあそうですよね、はいはい、でまあ車中泊行ったり行ったりちゃんとこう活用してますからね。コンセントはインバーターとこれ分かれてるんですね。あ、今日は外部電源刺さってないからついてないってだけで、インバーターを入れるとこっち側が使えるんですね。でちなみにこれはい、ヒーターなんですよ。あ、FF の FF ヒーター、はい、これ純正じゃないですもんね、このメーターが。これもう完全にオプションですよね。そうだから、つけれるものすべてつけたって感じですね。そうですよね、もうフル装備ですよね。ここから出るんですよね。はい、ここから出る。すごい、僕この軽油なんですけど、ディーゼル車なんですけど、はい、本当一晩使っても本当すりちょびっとしか減らない。そうですよね。全然燃料食わないんで、 FF ヒーターってすごい便利です。そう、これ珍しいですね。でもこの2つがあるっていうのは。そうなんですよ、初めて見ましたね。これなんです。あ、照明とかここなんですね。でこれポンプの、これで、はいはいはい、水道のこれできる。そうですよね、はい、これスイッチつけないと水が出てこないんですけど、はいはい、で普段こうやって切ってるんで、いや、ちょうどいいですね、手元にあって。でこれバッテリーメーターで、今は残高が、はい、うん、でこっち下がさっきのあれですよね、ポンプ、水が入ってるんですかね。そうそう、これ水の、これでも結構あれですね、まだスペースが割とあるんですね。そうですね、そうですね。だからなんか物を入れようと思ったら入れますね。そうですよね。これタンク2つ入ってますからね。あ、そうか、奥にも入ってるんですもんね。はいはい、あ、そうか、これまだ後ろあるんですもんね。でもフラットにできますし、こっちのさっきフラット、ここいいっすね、こういうのが。はいはい、そういう細かいなんかちゃんと置けて、はい、いや、いい作りがいいっすね。順番的にはちょっとあれです。ここにこれがあるんですよ、こうやって。なんかこれ結構簡単にできるんですね。めっちゃ簡単ですよ。ただ重ねるだけですか。そうです。へえ。ここついてるじゃないですか。はいはいはい。あ、こっちだけ足がついてるんですね。はい、余裕で寝れると。結構簡単に作れちゃうんですね。下ももちろん寝れますし、上も寝れますし、はいはいはい、もう子供だったら、もう僕でも寝れるんですけど、はいはい、余裕でですけど。いや、いいっすね。余裕で寝れます。へえ。で、これ上が開いてればまた開放感ありますもんね。2段ベッドになるんで、これ上げたら3段ベッドになるんです、はい、なるほど、この一番下のここもあれ、ね、スライドしてベッドになるから、いやー結構広いっすよね。広いですよね。広いで、はい、ちなみにこれはテーブル。いいっす、もうギミックがいいっすね、はい、こういうギミックが、はい、忍者のからくり部屋と一緒なんですよ、これ。僕キャンピングカー行ってみたいと思ってますね。これを考えた人がすごい天才的だなと思いますよね、僕は。簡単に元に戻っちゃうんですね、はい。いや、これ楽でいいですね、こんな簡単にできるんだったら。ちょっと上、ごめんなさい、下も見せたいんですけど、はいはい、上げる。ああ、はい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 、こっち。こんな動くんですよ。あ、そこを引けるんですね。おー、すごいですね。これでフラットになって、機能はこれが、ね、一番見せたいところですよ。結構出ますね。そうなんですよ。これを、あ、そこにはまるんですか。あ、こうやって、めちゃくちゃ広くなるんですよ。2人は余裕で、ね、だいぶ一気に変わっちゃいましたね。いや、
いいっすね、この上も開いて、下もベッドになって。ちっちゃい子だったら上2人、はいはい、行けますんで。この車、一応7人乗りなんですよ。前も3人乗れて、で後ろ2人で7人乗り で、はいはい、で就寝が最高で6です。子供に大人4で、はい、ここでテレビ下げて、あ、さっきのですね、ちょうどいい位置に来るんですね。これ、まあ、面白いですね。でこれがね、ちょうどいい肘掛けになるんですよ、これが。あーなるほど、うん、実際にはそう使えるってことですね。あ、なんか全然さっきとまた違う感じでいいですね。上も空いてて、はい、本当部屋になるんで、個室ですね、個室。このテーブルあるじゃないですか、はい、このフラットの状態で、そのためにそのちっちゃい足なんですね。 それでそのレールがそんなに長いんですね、移動できるように、ね、ここで、あ、ここ長いから、こっちまで、あ、結構行きますね、後ろまで、ここまで、あ、完全に秘密基地ですね、これ。いっぱいやりながら、ツバメ食べながらっていう感じで、気に入ってます、これ。本当に気に入ってる。なんか使い方がいいですね。こういう使い方ができるっていうのが、はい、ビルダーさん多分ベッドしか考えてないんでしょうけど、はいはい、実際はそういう背もたれみたいに、なんかこうセカンドテーブル的な感じで使えて、オーナーさんじゃないと分かんないですよね。これ買わないと分かんない。あの場所によってはもちろんね、こう閉めてもいいですし、はい、開けた方が開放感あって、すごいですよ。逆にこうフラットにして、このちゃぶ台にしてテレビ見ながらいっぱいやるのが僕好きですね。なんか家族として使うのもいいし、これなんか一人でもいいですよね。一人でもこういう使い方できるから。電気つけたって夜、カーテン全部やると、はい、あのプライベート保てるし、光も漏れないんでね。そうですね、いいんですよ。いや、なんかこのまた照明がいい、雰囲気がすごい整ってて、まあ、この黒いのもあるんですけど、はいはい、僕ね、こういう使い方もしてるというか、させてるんですけど、はい、子供の長男の試験前のこれ勉強部屋にしてるんですよ、はい、試験前。なるほど、ここにこもってこう勉強した方が、ね、そしたら、はい、自分から今言うようになって、はい、あの長男がパパ車のキーパーして、そしたら勉強してくる。あ、いいよいいよって。へえ、ここで勉強してます。本もいっぱい置けるんで、はいはい、ね、でここで勉強してます。いや、いいっすね。狭い空間ってなんか落ち着くらしくて、勉強台にもしてるんです、ね、いろんな使い方ありますね。確かにそのお子さんのね、その使い方とかも多分本当に家にこの車がないとできないじゃないですか。そうそうそう、やっぱオーナーならではの使い方だなと思って。ちょっと一個気になったんですけど、この内藤さんの横の底って、扉って、この扉って何ですか。これ電気系統です。あ、そこに入ってるんですね。ここにあのこの車の結構心臓部分が落ちてた、はい、あ、見てください、すごいっすね、これやばくないですか。ぎっちり詰まってますね。インバーターとかエアコンの、これ室外機が下なんですけど、いや、下サブですね。下サブで、これがサブ、上が充電器の、はい、ソーラーがやっぱ入ってるんですね。あ、そうで、シーテックで充電もかなり国公立の、はい、すごいっすね。ここに用を収めましたね。心臓部です、ここ。いや、でもこれだったら、例えばバッテリーがダメになって交換するってもすぐできそうですね。はい、か、僕でこうやって言いたい、キャンピングカーなんて持てないよって。大きいし、スペースも必要だし、高いし、そんなことないですよ。ミニバンと同じサイズのハイエースナローでも、こんなに充実した機能を備えることができて、もう立派なキャンピングカーなんて、うん、いや、本当にそうですね。はい、ありがとうございます。はい、いや、すごい、はい、横もこっちも扉があるんですか。これただの収納スペース。あ、収納あるんですね。すいません、使ってないです。あ、まあでもトランクが結構でかいですもんね。はい。はい、すいません、ちょっと。結構入ってるんですね。生活感があって。なんか後ろから見るとそんなに入ってないのかなと思ったんですけど、結構入るんですね。入るんですよ。荷物めっちゃ入るんですよ。めっちゃ入りますよ。ここもここで収納ですよ。はい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 。あ、そうですね。それは使ってたからそこにあったんですね。普段はそこなんですね。そう、これはワンちゃん用の。あ、はい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 。これ繋げてるんですよね。あ、外部電源のやつですね。外部電源。このガラガラみたいな、これなんですか。あ、そっちにも入ってるんですね。忘れてた。2個あったでしょ。バカだ。出てきましたか。忘れてた。そう考えると、こことここがあるから、かなりまだ収納ありますね。それだけまだ入るってことですもんね。めっちゃあったね。あ、でここがベッドになると、こう、そうそうそう、これからもフラットなんですね。はい、いいっすね。めっちゃ広いです。これがここの正規です。こういう感じ。そうですよね。下にこれちゃんと荷物入れてても、こういう風に使えるってことですか。余裕で寝れますけど、まあ、基本子供寝るようなところらしいんですけど、はいはいはい、大人でもね、まあ、僕だったら余裕で。で、下もベッドになってて、そうです、下2人寝れる。で、上もベッドがあって、はい、
しかもそこに座れるんですね、はい、いや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 、いやありがとうございます。なんかもう満載ですね、はい、こんな感じですね。外から見るとポップアップはこんな感じに開いております。ちょっとね、外から見るより中から見た方がかなり広く感じましたね。はい、すいません、なんか今日は一通り見させていただいてありがとうございます。もうちょっと知らないことばっかりで、いや本当楽しかったです。最後ですね、ちょっとこれ皆さんにお伺いしてるんですけど、はいはい、内藤さんがこの車を購入してから、まあ、良かったって、まあ、メリットみたいな、ちょっとここだけは想像と違ったなみたいなところ、はいはいはい、デメリットみたいなところを言って教えていただきたいんですけど、まず良かった点っていうのをお伺いしてもよろしいですか。やっぱり子供たちが喜んでくれたことかな。ああ、なるほど。なんかそれすごい、だからさっきも言いましたけど、なんか人喜んでもらえることがすごい好きで、この乗ってくれる人が喜んでくれるのがすごい嬉しくてね、あ、いいじゃんとか、ああ、なるほど、ママ使いたいとか、僕自身ももちろん楽しいし、はい、やっぱ一番はやっぱじゃあお子さんとかが、そうですね。あと、はい、あと、いや、いっぱいあるんですけど、出先で、なんだろう、変な話、お酒飲んでも大丈夫。なぜなら、泊まれるからっていう、はいはいはい、遅くなっても帰らずに住む、はい、ホテル取らなくていいし、ここで寝れるっていうのが本当にいいですよね。なるほど。でもじゃあいいところたくさんありそうですね。いやー、でも本当なんかその家族のためにっていうのが今回すごいなんか伝わってきて、まあ、昨日もちょっとお話しさせていただきましたけど、なんかそういうのがすごいこの車に現れてるなっていうのが感じてすごい良かったです。で、逆になんですけど、はい、想像とここ違ったなみたいな、なんかこうデメリットみたいなところってもしあれば一点教えていただきたいんですけど。キャンピングカーっていろんなものついてて便利ですけど、さっき紹介したシンク、はい、シンクなんかは便利なんですけど、ちょっと使うといざ使うと手間がかかるっていう、ね、ああ、はいはいはい、そういう点でね、ちょっとのことぐらいだったら我慢しようっていう人も多いと思うんですよね、はい、手洗うぐらいだったら使わなくていいんじゃないって、なぜならタンク取り替えたり水入れたり大変だからとか、あのハイエースの、あのバンコンだからいざ寝るときに手間がかかる、はい、あ、まあ、バンコンは、ね、はい、移動すればいいだけじゃないですか、はいはい、だけどバンコンの場合自分らが座ってる部分をベッドにしなきゃいけないから組み立てるまで時間かかるとか、そういうのある、はいはい、あの、なるほど。ご飯食べるときも、はい、対面にしてガチャガチャガチャってテーブル引いてとかあって、うん、はい、それはちょっと大変かな。キャブコンだったらなんかずっとそのままにして置けれるじゃないですか。そうですね、はい、うん、そういうのは大変ですね。なるほど。まあでもじゃあそれらを踏まえて、まあそれはあれですよね、実際キャンピングカー全体通して使い方というか、そういうところでの、まあ、ちょっと不便さっていうのはやっぱどうしてもあるということですね。そうですね、はい。ただまあそれを踏まえてもやっぱあった方が、ああ、もういや基本、はい、普段乗りにバリバリ使ってる車なんで、それがキャンピングカーにもなるっていうのであれば、もう本当最高だなって。1台2役ってなってるじゃないですか。だから本当大満足してますね。さあ、ありがとうございます。なんかすごい今日なんか内藤さんのキャンピングカー好き感がすごい伝わってきました。はい、今回僕そのバンコン初めて撮らせていただいたんですけど、やっぱもうこうやって見るとこういう使い方ができるんだとか、その普段使いもしてるからこういう使い方をしてるとか、なんかそういうのがすごい見えてすごい良かったです。本当に今日はもうお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。なんかもう最後ですね、ちょっと僕の方からお知らせなんですけど、実は内藤さんのチャンネルで僕たちのボーンも撮影していただいたので、これはもう、はい、あの動画出していただけるということですね、はいはい、僕のチャンネルでもあのうちゃんさんのボーンを撮ってますので、あのそちらの方もぜひご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回のキャンピングカーオーナーズは以上になります。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。